生音でもしっかり鳴りますよね、この低音。1959年の J45 を再現した限定数たったの20本。新年明けましておめでとうございます。おっとりやきたーです。いつもお世話になっております。昨年はですね、皆さんのおかげでチャンネル登録者数が1万人を達成することができまして、そしてこのおっとりや中澤ギター6周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。今年もですね、1年素晴らしいギターを皆さんにたくさんご紹介したいと思いますので、引き続きこのおっとりや中澤ギターをよろしくお願いいたします。この2021年の目標をお伝えします。チャンネル登録者数3万人を目指して頑張りたいと思いますので、ぜひですね、応援の方よろしくお願いします。3万人達成した際はですね、またちょっとビッグなプレゼントもしたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。でですね、今1万人を達成したということで、ヘッドウェイの素晴らしいギターのプレゼント企画をですね、まだ実行中です。締め切りが1月7日となっておりますので、ぜひですね、まだご応募されてない方はご応募していただければと思います。そのプレゼント企画の詳しい内容はですね、この概要欄に URL の方が貼ってありますので、そちらの方からご確認の方をお願いいたします。では早速なんですけども、今日は新年一発目ということで、おすすめのギターをですね、2本紹介したいなと思います。まず1本はこちら、ギブソンの J45 ザ59、そしてこちらでございます、高峰 TDP752CBL というモデルになります。この2本をですね、それぞれ紹介したいなと思いますので、もし気になるなと思った方はですね、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ではこちらからご紹介させていただきます。高峰 TDP752CBL でございます。こちらのモデルなんですけども、現行モデルでございまして、高峰の中でも人気が高い700シリーズとなっております。ちょっといいエレアコが欲しいなという方や、10万円以内でいいエレアコないかなと、そんな方にはですね、おすすめのギターでございますので、ぜひご覧いただければと思います。では早速なんですけども、こちらのギターの特徴をできるだけ手短に説明させていただきます。ボディ形状はオーディトリムといいまして、大きすぎない小さすぎないというところが特徴でございます。まあ、こういった抱えた時にですね、非常にこのフィットしやすくて扱いやすいというのは特徴です。体が小さい方や女性の方にもおすすめできる、そんなギターでございます。はい、そしてこのボディカラーはオールブラックということで、やっぱりこの高峰といえばこの黒いギターっていうのがですね、結構特徴じゃないかなと思います。非常にかっこいいですよね。この別光柄のピックガートとのこの相性もなかなかいいんじゃないかなと思います。ボディトップの材はこちらはスプルースとなっております。サイドバックはサペリでございます。このトップとバックは単板となっております。詳しいスペックはですね、概要欄に載せておきますので、そちらの方をチェックしてみてください。そしてナット幅の方なんですけども、実寸で約 42.5mm ぐらいで、しっかりとしたかまぼこ型となっております。はい、そして装飾なんですけども、このヘッドの部分ですね、この高峰のロゴがゴールド、そしてこのペグもゴールドでございます。このボタンがですね、このパール柄のこのボタンっていうのがまたちょっと高級感があって、すごくいい感じですよね。このゴールドとこのブラックの相性っていうのが、非常にこのゴージャス感っていうのがあって、なんか高級感漂う、そんなギターじゃないかなと思います。そしてこちらですね、エレアコということで、このプリアンプ、真空管のプリアンプ CTP3 というのがございます。後ほどですね、この真空管の素晴らしいサウンドもご紹介しますので、ぜひ楽しみにしておいてください。こちらワンオーナー品となっておりまして、前のオーナー様が大切に扱われてきたものとなっておりまして、非常に綺麗なコンディションです。備品好きな方はもちろんなんですけども、新品のご購入をお考えの方にもですね、こちらはおすすめできる、そんなギターでございます。非常に綺麗ですね。フレットの残りも十分ございまして、ネックのコンディションも抜群です。弦高も
12フレットの6弦側で約 2.5 ミリ、1弦側で約 2.0 ミリと適正にセッティング済みです。このサドル山もですね、まだ十分にございますので、弦高調整もお好みで可能です。末永くお使いいただけますし、遠方の方でも安心してご購入できる、そんなギターでございます。では気になるサウンドレビューでございます。高峰といえばエレアコと思われる方も多いと思うんですけども、こちら生音でもしっかりと鳴ってくれます。一体どんなサウンドか、ぜひお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。生音でもしっかり鳴りますよね。どうしてもですね、高峰といえばエレアコと思って生音ではあんまり鳴らないんでしょうと思われる方も多いと思うんですけども、このギターは違いますよね。しっかりと生音でも鳴ってくれます。まず低音聞いてください。いかがですか。しっかりとこのドスンとくる低音。なってます。このトップとバックが単板ということもありまして、この深みのある低音がですね、お腹にしっかりと響いてくれますよね。そしてこの中高音、いかがですか。このサペリというのはマホガニーの代用材とも言われておりまして、このマホガニーとですね、非常に特色が似ております。このマホガニーの特徴としては、この明るいサウンド、華やかなサウンド、そしてブライトなサウンドっていうのが特徴なんですね。ですので非常にこの軽快になってくれるっていうのも特徴です。ですね、非常にいいですし、このレスポンスもいいですよね。ですので結構この軽いタッチでもパーンと前に出るっていうのも特徴で、弾いててすごい気持ちいいです。という感じで、思わずこんな感じの曲も弾きたくなっちゃうなっていうところですよね。ではですね、次はアンプに通して弾いてみたいと思います。ありがとうございます。いかがですか。このアンプに通した時のこのドンシャリサウンド、この高峰ならではのサウンドですよね。まさしくあのサウンドといったとこでしょうか。非常にやっぱりこの世界の高峰というほどですね、この一音一音のこのパワー感、しっかりと一音一音がしっかりと前に出るっていうのが、この高峰のこのプリアンプ、このシステムの素晴らしいところだなと思います。
特にですね、このきらびやかなこの高音ももちろん特徴なんですけども、低音もすごいんですね。ちょっとこのローを上げ気味で、この低音、このしっかりとこのベース音も鳴ってくれるので、非常にこのギターは使い勝手がいいんじゃないかなと思います。さすがこの世界の高みでですね、素晴らしいプリアンプだと思います。いかがでしたでしょうか。このギターの素晴らしさ、分かっていただけましたでしょうか。そこで気になるのはやっぱりプライスですよね。こちらのギターの現在のですね、新品価格、税抜きで145,000円でございます。145,000円。先ほどですね、私お伝えしました、10万円以内でいいエレアコをお探しの方におすすめとお伝えしたんですけども、もちろんその通りでございます。はい、ではですね、プライスの発表させていただきます。これだけの綺麗なコンディション、ワンオーナーの極上備品でございます。そして生音もしっかり鳴って、高性能な真空管プリアンプが搭載されたこちら TDP7524BL、 こちらの価格なんですけども、税抜きで8万円、8万円でご提供でございます。お安いんじゃないでしょうか。これだけのですね、素晴らしいギターが8万円、税込みで88,000円となっております。10万円以内でちょっといいエラーが欲しいなと思ってた方にはですね、これはかなりおすすめでございますので、ぜひですね、お探しだった方はご検討していただければと思います。こちらですね、ご購入の際は出荷前のですね、メンテナンスクリーニングをさせていただいて、もちろん弦もですね、新品に交換させていただいてのお納めとなっております。そしてこちら純正のハードケースも付属しておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなくご検討していただければと思います。では続いてはこちらでございます。ギブソン J45 ザ59 でございます。こちらのモデルなんですけども、黒澤明さんのオリジナルモデルとなっておりまして、1959年の J45 を再現した大変人気が高いモデルとなっております。こちらですね、限定数たったの20本ということで、なんと2020年製となっておりまして、現在もですね、まだ新品で売られております。そんなギターが早くもユーズドとしてこのオットリーへ入荷してまいりました。ユーズドということでプライスもお値打ちだと思います。最後にですね、プライスの方を発表させていただきますので、ぜひいくらくらいかなって予想しながら最後まで見ていただければと思います。では早速なんですけども、こちらのギターの特徴をできるだけ手短に説明させていただきます。まずボディ形状ですけども、こちらおなじみのラウンドショルダータイプとなっております。仕様なんですけども、ラージピックガードにこのアジャスタルブブリッジというのが特徴でございます。この59年製の特徴として、このスタッドがですね、この台形のものが使われているのも特徴でございます。はい、そしてですね、このカラーもですね、ちょっと赤みが強いようなこの、サンバーストカラーとなっております。そしてこのネックですね、59年製の実物を CD スキャンして、できるだけオリジナルに近づけたこのネック形状ということで、こだわり抜いた59年製の復刻モデルとなっております。トップはスプルース、サイドバックはマホガニーのオール単板でございます。ノンスキャロップブレーシングで、このトップとバックのブレーシングのこの接着剤は二革を使用しているそうで、しっかりとですね、そのあたりもこだわり抜いた59年製の仕様となっております。
ナット幅は約 42.5 ミリほどで、シェイプはですね、やや厚めのかまぼこ型となっております。現行の J45 と比べますとやや肉厚というのが特徴でございまして、厚くもなく薄くもないこの絶妙なですね、このシェイプがですね、この59年製のならではのところじゃないかなと思います。まずマイナスポイントから説明させていただきますと、この中を覗くとですね、この裏口の2番3番のブレーシングあたりにですね、接着剤のようなシミのようなものがございます。これはですね、黒沢さんに伺ったところ、もうギブソンではこのあたりはもう致し方ないそうです。はい、もうこの日本人の感覚だとちょっと大丈夫かなと思っちゃうところもあるんですけども、もうこれはギブソンならではのところみたいで、もうこれはですね、もう最初からこういった状態で入荷してるそうなんですね。ですので、もう本当に神経質な方はちょっとやっぱギブソンは難しいかもしれないんですけども、この大味なところがこのギブソンらしさっていうところで思われる方にはもう全然いいんじゃないかなと思います。それがちょっと一つ気になるところですね。もちろん演奏性ですとかギター本体に何か問題があるということはございませんので、それはご安心ください。非常に綺麗なコンディションで、大きな傷ダメージございません。 こちらはですね、ワンオーナー品で、まだ前のオーナー様が買われて数ヶ月のギターでございます。ですので備品好きな方はもちろん、新品のご購入をお考えだった方にもですね、こちらはかなりおすすめできる、そんなギターでございます。そしてプラスポイントがございまして、こちらのサドルでございます。純正はですね、タスク材のサドルが装着されてるんですけども、こちら前のオーナー様がセラミックサドルの方にですね、交換しております。それによってよりシャッキリしたサウンド、より高質なサウンドに変わってますので、そのあたりもぜひ楽しみにしておいてください。フレットの残りも十分ございまして、ネックのコンディションも抜群です。弦高も12フレットの6弦側で約 2.5mm、 1弦側で 2.0mm にセッティング済みです。お好みでこのアジャスタブルブリッジで調整することが可能でございます。ですので末永くお使いいただけるギターで、安心してですね、遠方の方でもご購入いただける、そんなギターとなっております。では気になるサウンドでございます。1959年製を徹底的に再現したこのザ・59、一体どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひお聴きください。いかがでしたでしょうか。この J45 ならではのこののぶとい感じ、そしてこのちょっとですね、ブルージーで泥臭い感じというのが非常に雰囲気がある、そんなサウンドじゃないかなと思います。まずこの低音から聞いてください。いかがですか。こののぶとく深い低音、このやや肉厚のネックシェイプならではのこの太いサウンドというのがしっかりと出てると思います。そして中高音、このマホガニーらしい、この華やかで、この明るくですね、このブライトな感じ、非常にこの軽快になってくれるというのが特徴でございますね。そしてこの高音がですね、また
常に綺麗なサウンドをしてるっていうのも特徴じゃないかなと思います。 J45 を持つとこんな曲を思わず弾きたくなってしまいます。この街を歩けば蘇る16歳、教科書の落書きはギターの絵と君の顔を、かもずっと好きだったんだぜ、相変わらず綺麗だな、ずっと好きだったんだぜ、ついに出せなかったけどずっと好きだったんだぜっていう感じで思わず歌いたくなってしまいます。なぜかこの J45 を持つと斉藤和義さんっていう感じが僕はするんですよね。ただですね、この動画を見ていただいている先輩方々は J45 といえばやっぱりこっちじゃないですかね。やっぱね、っていう感じで思わず拓郎さんの落葉なんかをガツンと弾きたくなってしまう、そんなギターでもあります。では次はちょっと指弾きで弾いてみます。非常にですね、このガツンとロックで弾くのもいいんですけど、こういったしっとりとなんか弾く、そんな音色もすごくいいですよね。なんかこのマホガニらしいこの温かみがあるサウンド、なんかこの心に響くような、なんかそんなサウンドですよね。激しい音もこういう優しい音もしっかりと奏でてくれる、そんなギターじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。このギターの素晴らしさ分かっていただけましたでしょうか。このザ・59ってのはやっぱり名器ですよね。本当に素晴らしいギターだなと思います。この重さもすっごい軽いのが特徴ですので、長く弾く方にもですね、こちらは弾きやすいギターじゃないかなと思います。さて気になるのがやっぱりプライスでございます。はい、こちらですね、現在の新品価格が47,800円でございます。47,800円で現在も販売中でございます。ただですね、今回こちらはユーズドでございます。はい、ユーズドですけども、先ほども説明した通りにですね、もう本当新品同様と言っても過言ではないぐらい素晴らしいコンディションでございます。ということでですね、今回新品のご購入をお考えの方にはお値打ちなプライスじゃないかなと思います。では発表させていただきます。こちら2020年製のギブソン J45 ザ59お取り入れ価格、税抜きで33万円、33万円でご提供でございます。いかがでしょうか。もしかしたら新品のご購入をお考えだった方にはかなりお値打ちじゃないかなと思います。もちろんこちらですね、純正のハードケースも付属しております。ご購入していただいた際はですね、出荷前のですね、メンテナンス、クリーニングをさせていただいて、弦も新品に交換させていただいてからのお納めとなります。ぜひですね、お探しだった方はこれを機会にご検討の方をお願いいたします。ということで本日はこの2本のギターのご紹介をさせていただきました。気になるギターありましたか？
もしですね、気になるギターがあったりですとか、購入したいなという方は、LINE の方からお問い合わせください。当店はですね、オットリア公式 LINE というのがございまして、そちらにご登録していただければ、新入荷情報も優先して配信しておりますし、ご購入の相談、売却の相談、委託販売、リペアの相談等でありましたらですね、ダイレクトに私と相談することが可能ですので、ぜひご登録の方をお勧めします。今日の動画の感想ですとか、何かご意見がありましたら今後の参考にさせていただきますので、ぜひコメントいただけますと幸いでございます。コメントするのがちょっと苦手だという方は、いいねの高評価ボタン、あまり面白くなかったなという方はバッドボタン、どちらでも構いませんので、応援の意味を込めまして、ポチッとしていただけますと幸いでございます。次回もですね、素晴らしいギターのご紹介をさせていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。チャンネル登録がお済みでない方はお見逃しないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで2021年の一発目の動画でございました。今年も1年どうかよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。弦高も12フレットの6弦側で約 2.5 ミリ、1弦側で 2.0 ミリにセッティング済みです。お好みでこのアジャスタブルブリッジ、お前で切るできるできるだからで。